ヤン・エウゲニュー・シュルドビク・ズムバフハは、ポーランドの軍人。第二次世界大戦における、ポーランド空軍のエースパイロットである。ズムバフハは、実のところ、スイス人であった。ネッカラの冒険者だったようで、生まれ育った、ポーランドのために働きたくて、出生証明書などの書類を偽造して、ポーランド人になりすまし、1936年に、 ポーランド空軍に入隊、デンブリンの航空士観光補正学校で学んで、1938年に任官した。後に名優となる同期のスタニスワフスカルスキと共に第111飛行中隊に配属された。1939年のナチスドイツとソ連によるポーランド侵攻の時にはあいにく負傷していて、戦うことができなかったが、結局仲間と共にフランスに渡り、 翌年の西方電撃戦では、モラーヌ・ソルニエ MS-406 や、カーチス p マイナス36ホークに登場して参戦した。イギリスに到着したズムバッハは1942年5月19日に、第303戦闘機中隊の創設とともに、入隊し、バトル・オブ・ブリテンでは、ホーカー・ハリケーンマーク、アイ戦闘機を買って、深く見1機を除く8機の撃墜を公認された。 1942年11月30日には、すでに有名となっていた第303戦闘機中隊の早ある隊長となり、1943年11月30日まで任を務めた。ズムバッハは、第303戦闘機中隊で自身のすべての撃墜記録を挙げた。その後1943年から1944年にかけて第3航空団の指令、 1944年から1945年にかけては第133航空団の指令を務めた。戦後は両親が帝国主義者だったために共産主義者の支配するポーランドに戻ることができず、スイスの市民権を取った。冒険好きなズムバッハは高級腕時計をイギリスへ兵士や武器をイスラエルへ売る貿易業者として働いた。 1950年代にはそれまで荒稼ぎした金で、パリでレストランやナイトクラブを開き、一時はオーナーとして羽振りの良い生活をしていたようである。だが次第に、再び冒険者としての虫がうずいたのか、元の仕事に戻りたくなったようで、1960年にカタンガ国が独立直後の今後共和国から分裂すると1962年にカタンガに渡り、 同国独裁者のモイーズ・チョンベの頼みで、同国空軍を創設して司令官となった。1967年にはナイジェリアから独立を宣言したビアフラでまた同じように空軍を創設して、ビアフラ戦争を指揮した。その後ズムバッハは、フランスに戻って、やっと落ち着いた生活を始めた。1975年にはフランス語で辞伝を執筆、出版した。ミスター・ブラウンとは、 カタンガやビアフラで彼が使っていた通名である。この次元はドイツ語と英語でも翻訳、出版された。ズムバッハは平穏な余生を過ごした後1986年1月3日にフランスで死去し、ポーランドアルシャワのボボン好き軍人墓地に埋葬された。ありがとうございます。